どうもですえっ、ー、と本日はえっ、ー、とねハロプロ DJ イベントというのを語るような会が昨日中かの PPP さんの方で、えー、と開催され、まあ、そちら参加してきたんですけれども僕も三3日間相当疲れてたっていうのもあってまあしっかりした意見みたいなこと僕の考えみたいなこと伝えられなかったんで。 えとこういう機会でないと私こういう発言も滅多にしないだろうということなので今日はそれを残しておこうと思ってこの動画を撮影しております。えー、ハロプロに興味があってその話だけ聞きたいという人は別にこの動画見なくて大丈夫です。えー、DJ イベントイベントオーガナイズというようなところの観点と今他の皆さんがやっていること僕がどういうふうに思ってそこの現状を捉えられているか見えているか見えていないか。 その辺の感覚をお話しし最後に自分の今の感情というところで、えー、締めくくるような形にしたいと思っております。お付き合いください。えー、とまずなんですけれども DJ イベントという言葉、えー、これもう僕も当然ですけど自分のイベントということになるでしょうハロプロナイトうん。なぜ自分のイベントと言えるかというとまあ、えー、責任を取って、えー、会場を抑えて。 内容を作りそこの交渉を含めた部分もですけども、まあ、彩りも含めてですよね届けているからという理由でいいでしょうのため、えーとまあ、僕のイベントなんていう言い方もしますでも感覚的にはあのー、居場所としては開放なのでまずこれが <laughs> 最初のなんていうかイントロダクションだね。 DJ イベントでさっきのそれだ DJ イベントというところってうん俺ね DJ っていう言葉がもう今ん中自分で来てないんですねどっちかっていうともうホストとか案内人ホストっていうのも外国の言葉だとホストの方がハマるんだけど日本語だとほらなんかちょっとイケてる感じの方向になるじゃないですか <laughs> それだとやっぱり意味が変わってしまうんでホストではないんですが うん、ではホーーームパーティーの主人ですよ、まあ、それが一番しっくりくるんですね。で曲を選ぶというのもとても重要かもしれないしそこの内容がいいのも重要かもしれないけどどちらかというとその招いた方々とかいらしてくれた方々とのコミュニケーションの扉の開け方っていうところの方がもう全然しっくりきてんですね。なので曲選ぶってよりもう相変わらずかもしれない <laughs> 曲選ぶってより。 もうその人との人生の中で流していく曲とか会話が何なのっていう方がなんかもうプライオリティ高くなっちゃってるのがもう僕の今の状況です。だからそれでそういう目線からいくと DJ イベントっていう言葉がすごくあのよろしくないく聞こえてくるかもしれないんだけどただそこには僕プライドがある部分があってそこを説明しましまょう、えーと。曲と音楽というのはあどんなシチュエーションでもそうですけれどもその人の思い出になることを 連想して、えー、と僕は選ぶと思うし届けると思うだけども思い出っていうのは計算できないですよねいや自分が持っていた思い出にかなり依存する部分と全く想像できない部分と当然両方あるで僕は想像できない部分を昔は追っていた気がするんだそれは例えば何なのかといったらあ二次創作ですよね dj 作業というのは二次創作に近いものと思ってください でその二次創作に近いものの中で何か一つ新たなきっかけで一次創作に対抗してやろうというようなものというのはバンドマン出身だったからってのもあるのかもしれないけどすごくあった口なんですよでも今というところで考えるともうそういう圧がいらないんですよねなんていうか。これは自分が体感していてもそうだし来てくれている人たちとの一番いい時間ってどんな時かなって言ったら。 圧ががないのがいいのんですよね超リラックスした状態でいいものが案の定いいよねでいいっていうかねでそこをなんかさりげなく背中を押してくれるというかさりげなく隣にいてくれるっていうのが僕は DJ としてはリソースでそういう人に会えているか会えてないかといったら一人も会えてないそれが僕の見てきてしまっている景色ですねなのでまあ 僕はなるべく DJ ということよりも人の隣にいる人間としてのクオリティを上げた方がいいんじゃないってことをとても考えてしまいますまあお前が足してないだろうって言われたらその通りなんだかな <laughs> まあでもまあそういうイメージで、えー、パーティーとは作るよということですよまあだからパーティーと思ってますね DJ イベントという言い方が少しなんか合わなくなってきてるってことですよ まあじゃあなぜそれでもハロプロナイトだったり、まあ、アヤアナイトに代表されるようなものを僕は続けてきているかっていうことに話を移しましょう。やっぱりラライブブハウスクラブバーですよねでそういう場所で僕は人付き合いであったり音楽であったりってところをたくさん出会わせていただいたという恩を感じています。で恩を恩返しするにはどうしたらいいかといったら。 もう単純にそこが利益になることを選ぶというのがまず一つですよ。で二つ目はそのシーンというのに価値をしっかりとした価値を見出して提案を継続的断続的に繰り返していくということです。それがゆえに文化というところにたどり着くことになります。まあこれ二つ目ですよ。で三つ目は自分たちの息吹というところを外に出すことによって確認できるっていう作業になりますね。鏡のよような形ですよ なぜ鏡のような形なのか鏡見ればいいじゃないかとか家でやってもいいんじゃないかと思うと思うけどそれは違う自分が愛しているものだったり好きなものというのがひとたび外の風に触れてみたらああ全く違う立場の人の意見というところに触れてみたらこれで初めて自分の輪郭表情が分かるんですよ僕はそう思ってるだからやっぱりリスクを背負って会場を借りて えー、断続的継続的的継ににやっていくってていいいくうのははですすよね意味があるとは思いますただしこれはコンセプトを間違えてはいけなくてしっかり自分の写し鏡になっているんだよっていうところをどの辺の距離で、えー、とキャッチしてまあ見たことにしてもいいし見なかったことにしてもいいってい後の選択にはなるんだけどもうん続けているかって僕プランニングは重要だと思いますね。でプランニングまたそれも多分つくまで国はできてないだろうっていうかもしれないけど。 それは段階に依存するのある段階まではプランで見えてくるところがあるけれどもそれってプランを立ててずっとやっていくことを例えば僕が今でも DJ ベートに集中しているとしたら若いやつが同じことをやった方がいいと思ってます。僕は多分段階がかなり違う。これは偉そうに言ってるんじゃなくて、えー、どういうキャリアかということを説明すると。 僕多分もう過去25年間で、えっと、言い過ぎじゃないんですけどおそらく3000本ぐらいイベントやってます僕ほどのイベンター DJ 回数がある人っていうのは実はあまり見たことがない、うん、聞いたこともないでそれはほとんど、まあ、有料ベースの会場でやっているから、うんまあ、僕にお金が入る入らない本当にもう関係ない話で来てる人は多少お金を出したら その価値があるかないかで判断すするんで,すよで、その対象になっている回数が3,000回以上あるってなるとちょっとおーって感じするでしょ。でまあまあ国内だけじゃなく海外のところでの交渉であったり飲食店であったり音楽シーンのビジネスというところだよねそういったところに首を、まあ、首っつか、まあ、片足ちょっと言ったぐらいなんだけど、まあ、首突っ込み片足突っ込みというところで。 ななんていうのかなある程度広い分母の中のチョイスで今何をやった方がいいかなっていうのは判断してるつもりなんですよでここがちょっともう話が分かれるところになってしまって分母1億2,600万の中でやっていくとどうなるかジャパニーズですね <laughs> いらねえな今 <laughs> やっていくとどうなるかっていうと,、えー、っと残念ながら国際対応はできないでもそれがダメなわけじゃない。 これは日本の文化、いろんなところに日本人の日本らしい文化があってそこ好きか嫌いかって言ったら好きですよだけどこのまま同じような感じで何年もやっていくっていうのは僕はあの10年後くらいからの逆算した場合今の生き方としては間違ってると思ってるんだ,だここがあ一番届けられていないのが悔しいっすねまあこれは昨日お話しした方々全員と どこかそういうヒントがあったらそこにどっと話そうかと思ったけどそういうヒントになるワードが出てこなかったから多分そうだったんであと俺も俺でいやよかったんだけどなんかうんちょっと飲み過ぎてた <laughs> すいませんでしたそんな感じですねなので一番ここで重要なのはあまあ僕は隣にいる人っていうのをいろんな国籍の人であったり立場の人に置いた場合 やっぱりカタログ的になれる人間っていうところと他の飲食店とかと比べてもいいインサートができるなんかヒントを持っている人間であるってことこっちの方が重要だと思うまあ僕もそれをね目指しもう能力が足りませんから日々いろんなものを学習していくという日々ね毎日ですけども。うんだこれは 音楽を聴く人でもお酒を飲む人でも遊びに来る人でも,も少なからず同じ,同じ考えであれば僕は趣味が違っても価値観が同じだった場合あこの人のやってることとか聴いてる音楽いいなってなるもん。どちらかというと価値観ここかななんていうのが目指すところ同じ価値観の人を集める集まってもらう共有する。 こういうことなのかななんて思っている旅の途中でございますね。まあ、それが僕のハロプロナイトであったり DJ というところに対しての見方ってことになりますね。まあそれでえっとこれ重要だから言っときましょう。ハロプロという曲を題材にするときえっ、ー、とどうやっててほしいかどういう気持ちでいてほしいかというこれはま願いに近いんだけどまあ、違ってもいいんですよ。でも願いに近いところと思ってお話しておきましょう。 ハロプロというのはねこれ宝塚がやはりあの比較というか例えになると思うんですけどあのキャリアが長いからね宝塚の方がで宝塚はどういう風にしてやってきたかって言ったら宝塚の女優を女優と言わないですよね宝ジェンヌというような言い方であったり女優の演技のスキルとして語らない僕そこハロプロすごく近いと思ってるんです ハローメンとしてで、えー、見てる人がとても多いしアイドルとして喋る人まあもちろんいますし僕もそういうふうなあイメージで見るところもあるんだけれどもハローのメンバーだからって思って見てて思見ますでハローーのメンバーだと思えるからあの湧いてくる愛情であったり湧いてくる何て言うのかな自分なりのまあこれ執着に近いのかもしれないけどねなんか型があんですよ。 見方で語って勝手に偉そうだけどメンバーたまったもんじゃないってそんな奴ばっかりだからもうもうすいませんです <laughs> ではもうちょっと話戻しますよなので少なくともハローのメンバーだったりグループの方っていうところがわかる物語のつなぎがあってくれたら嬉しいなっていうのはいつも思いますねともすればこの 音楽のジャンルであとやっぱりトラックが似ているとかで、えっと、断続的にやつぎ場合につないでくれる方々も「う素晴らしいいと思いますでもハローオタ」という気持ち「ハローを好きで」っていう気持ち先ほど言ってたような宝塚を好きだみたいな気持ちの中で見るとその技術テクニックはうん「宝塚にはいるかな」って「ハロープロにはいるかな」ってやつですよね。 誰かよく言ってますけどそれ矢沢には「矢沢が何て言うかだよね」みたいなのと似てん歌手が」とか「ロックが」じゃなくて「矢沢が」みたいな <laughs> これこれいらなかったな <laughs> でもまあまあ言いたいことはそういうことですようんその一つ先輩特許のようなあブランドですこの中でやっていくことっていうのがちょっともう僕が僕が浸りすぎてしまってる可能性もなきにしもあらずなんだろうけどね ななんかなんかかそうなってるとこがリアルだから、まあ、話しとこうと思ってこれ残しとこうと思って言ってるんですけど「でもハローっていうのは物語の中での僕曲の選曲だったら踊れなくていいと思ってんでもう相合いさドーンとかけちゃうみたいなバラードの国は続くなみたいな <laughs> ねしょうがねえもんそれ聞きたいんだからで意味あるからあの俺の選曲全部語れるから 内容から物語から、ね、うるせえなって感じだと思うんですけど <laughs> でもそういう感じなんだもん今ねっじゃあじゃあもうこれ話長くなってもしょうがないんでまたねこれあのー、パーーティー感みたたいなととこころろをもう少ししスポット当てたところの話はしますよ今日は「ハロプロ DJ イベントが」というところの集まりを設けていただきそこで対して貢献できなかったもんですから。 まあ何かうっかりこの動画見ちゃった人たちに僕が昨日何を言うべきだったかっていうことを補足して終わりたいと思っております。ハロプロ DJ さまざな方がいていいでしょういろんなパーティーがあっていいでしょう止める権利がありませんからいいでしょうなんだけれども、まあ、回数とかそのキャリアというところがあってもしそれが価値として受け取ってくれるんであれば答え言葉は一つです。 ハローを好きな人がハローを好きである理由を説明でき物語思い出になるそういうような選曲をしていただければテクニックも何もかもは関係ございませんそして同じハ腹ータ同士でその時間を謳歌していただければそれでいいと思います僕はそういう場所がまだないと思ってるよなんつってはいもう戦いたくないんでごめんにします じゃあそんな形で、えっと、皆さんまたまたね今週もいろんなところでいろんなことをパーティーだったり集まりというのはあるでしょうけども、まあ、そこで、えっと、もし思い出したらクニオみたいなこと言ってたやつがいてまあちょっともう無税しょうがねえけどまあ一理あるよねいや一理もねえよねなんて話していただきこういうシーンの活性化になるんであれば幸いでございます以上でしたまた会いましょうじゃあねー